皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。私は青森県に住んでおりまして、FM ギノワさんでラジオでおしゃべりをさせていただいております。まあ、最近あったこととか、今のお仕事のこと、まあ、昔の仕事のこと、まあ、いろいろですね、気軽におしゃべりをさせていただいている、そんな番組です。はい。今日はですね、1月28日の日曜日ですね。はい。あっという間に1月ももうあと3日ぐらいで終わってしまうんですね。早いですよね。私が住んでる青森の津軽地方ですね、ちょうど青森県のまあ西側といいますか、まあ、左側といいますか、ずっとずっと雪が少ないなっていう風な感じで1月は過ごしてましてですね、いや本当に少なくて、まあ、過去一番少ないんじゃないかっていう冬を迎えているんですが、まあ、やっぱ週の半ばぐらいですかね、ぐらいから、24ぐらいのあたりからやっぱ少しずつ降ってましてですね、ようやく1月らしい景色が戻ってきつつあるなぁなんて、そんな風に思っております。これやっぱないものねだりなんですかね。雪があるとですね、やっぱ大変なんですよ。雪かきもあるし、どこか出かける、車で出かけるにしても、やっぱ雪を除雪作業、雪をかいてから車をやっぱ出さなきゃいけなかったりですね、なので普通に夏場雪がない時期に比べても移動時間もかかりますし、まあ、準備時間もかかるわけですよね。それまあなかなか厄介だなっていうのが、まあちょっと雪の存在、まあ鬱陶しがられる存在が、まあ、雪だったりもするんですが、ないものでありですね、やっぱないとないで寂しい。なんかそんな気持ちもですね、確かめることができた冬を今のところは過ごしております。まあなんだかんだ言ってね、雪かきはやっぱりゼロにはならなくて、まあそこそこしてはいますのでね、まあがっつりはしたくないんですけどね。まあ今年ぐらいのペースだったらやってもそこまで苦にならないかなってちょっと思えてますけどね。まあ逆に言うと雪がなくてね、困ってる人たちもいますのでね、まあ、スキー場の方とかね、やっぱスキー場も、私の地方のスキー場っていうのは、やっぱオープンするのがね、すごく遅れてしまったところもあって、雪が少なくてですね、開けたくても開けられないと、雪が降らないから。で、1月に入って予約オープンしたってスキー場なんかもね、やっぱありました。やっぱそうやって、雪があることで、まあ、恩恵を受ける方もいますし、困る方もいるということなのでね、まあちょっと長い目で見たらね、やっぱ山に積もるね、雪も少ないんでしょうから、まあ、雪解け水、まあ夏場に対してやっぱり農作業のね、水不足とかももしかしたら影響があるのかもしれないですしね、やっぱ少ないと少ないで困りものなんてことになりそうですけども、はい。この番組ではですね、メッセージもお受けしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、ぜひお気軽にメッセージをお寄せいただければと思います。それでは今日も始めてまいります。よろしくお願いします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。はい。今日はですね、情報発信についてちょっとお話をしようかなと思ってます。情報発信、皆様も、今はやっぱ SNS やったりする方
多いんじゃないでしょうか。やってる方やっぱ多いと思いますね。やっぱり女性の方はインスタグラムもそうですし、まあ、X 旧ツイッターなんかもねやってらっしゃる方も、まあ、私の周りでも非常に多いですし、あと YouTube、 あとは Facebook とかですね、まあ、ノートなんかもそうなのかな、まあ、SNS を含む、まあ、いろんなところで情報発信をしていく、まあ、私で言うとこのラジオもね、まあ、自分のことを、まあ、話させていただく、まあ、情報発信メディアの一つになるんですけれども、まあ、今日はそんな、皆さん何かしらやってらっしゃるであろう情報発信についてちょっとお話をしていきたいと思います。まあ、情報発信のメリットですね。メリット、まあ、私実はですね、2022年の11月24日ですね、なので、約400日ぐらい前になるんですけど、まあ、1年以上ですね、経ってるんですが、その11月24日から、毎日ですね、まあ、ブログを書いてるんですよ。まあ、ブログなんていう表現にまだ至らないようなね、まあ、拙い文章をですね、自分なりに書き溜めて毎日、一つずつ、SNS にですね発信をしてるんですよ。で、まあ、これきっかけをいただいたのはですね、FM 技能案で、まあ、パーソナリティもやってらっしゃる、まあ、新里哲也さん、からですね、まあ、お話しする機会をいただいて、まあ、情報発信っていうのは非常にいいよと、まあ、世界観が変わるよ、そんなお話もしてくださってですね、まあ、ちょっとよかったら やってみたらいいですよと、もう全然変わってきますからっていうことでですね、まあ、騙されたと思ってちょっとやり始めてみたというのがきっかけです。で、まあ、今現在でも400日超えていて、まあ、ありがたいことに、まあ、長い分も、ね、あれば短い分の時もありますけど、まあ、内容が濃い時もあれば薄い時もある、まあ、濃い時あるのかな、ちょっと分かんないですけどねまあ、何かしら書いているっていう状態を、まあ、400日続けてきましたと。で、まあ、そこでやっぱりね、続けてくるとやっぱメリットってやっぱあるなってこう、まあ、だんだん感じてきているところがあるので、まあ、そのメリットに関してですね、自分なりに感じたことをお話ししていきたいと思います。まずはですね、まあ毎日何か文章を書くの結構大変だよねっていうのが自分の中にまずありました。まあそんなに書くことあるかなと、毎日生活してるんでね、何かしら、まあ、出来事は起きるんですけれども、ただその書くような内容、まあ人様にお見せするような内容ではあまりないのかなと。まあ、今日何か食べたとかまあそれも一つのね発信のネタとしては全然ありだと思うんですけど、なんかちょっといいこと書きたくなっちゃう自分もいてですね、最初の頃は、そこまで何か毎日毎日書くことがあるかななんていうふうに思ってですね、まあ最初は、まあ、1週間ぐらいかな、10日ぐらいでしょうかは、まあ、何かしら書くことはできたんですよ。まあ、今までですね、経験とかですね、まあ、自己紹介的なことを書いていて、10日くらいは、まあ、何かしらネタに困ることはなく書けた。まあ、でもですね、その10日、もうね、10日以降ですよね。まあ、ある意味、あっという間にストックが切れたっていうか、まあ、ネタに困り始めたのが10日過ぎてくらいからです。で、このネタをですね、やっぱりこう、集めようみたいなことをしてくるんですよね。何かやっぱ書く、材料が欲しい、何かないだろうかみたいなことをネタ探しをし始めるんですね。で、これは結構一つのメリットなんですよ。ネタ集めをしようとすると、まあ、どういうメリットが生まれるかというと、やっぱり自分から情報に触れに行くっていうことがまず一つですね。例えば新聞を読むようになったとかですね、私サラリーマン時代一文字も読んでなかった新聞をですね、まあ、紙の新聞ではないネット版ですけど、日経新聞をねやっぱ見始めたりもしたんですよね。日経読み始めたのはね、今年の2024年に入ってから、ちょっともう
新たな媒体に手を出そうと思ってですね、ネタ集めプラス勉強も含め、そういうことで読み始めました。で、その前はネット記事ですね、ヤフーニュースとか、スマートニュースとか、なんかそういう LINE ニュースとかいろいろあるじゃないですか。ああいうものも、ただそれまでは読み流していたっていう感覚だったものが、何かこう、あ、これをでちょっと記事を書けるかもしれないなっていう、そのキャッチの仕方が変わったっていうんですかね。そういう感覚がありますね。なので、こう、まあ、言葉を選ばずに言うと、血まなこになってネタ探しを始めている状態。そういうゾーンに入ったのが、まあ、10日目過ぎてからって感じですね。でもそれってすごく、今思うと、まあ、結構大変だったなとは思うんですけど、やっぱアンテナの感度を上げていくっていう感覚に近くって、まあ、その受け取り方がやっぱ変わるんですよね。なんかこれをこういうふうにブログに書いてみようかなとか、こういう感じでなんかネタをちょっとヒントをもらって、こんなことをそういえば自分は考えたことあったなとか、そういうトリガーになったりもしてですね、やっぱこうすごく頭をこう使うようになったなっていうふうに思います。やっぱりただね、読むのとなんかそんなこと考えながらして読むのってやっぱり違いますよね。で、あとはですね、そうだな、街の世間話とか人のお話、会話なんかからもヒントを得る、そこからもネタをいただくことも結構あります。本当に何でもない会話ですよ。私昔広島に住んでいたことがあるんですけど、広島にね、その仕事で転勤で行った時に結構衝撃だったことが、街のいろんなところで交わされる世間話が、野球の広島カープ、ね、プロ野球球団の広島カープの話題がめちゃくちゃ多かったんですよ。で、僕いろんなところに実は転勤してですね、いろんなところに住ませてもらったんですけど、広島はもうめちゃくちゃすごくて、その世間話の内容っていうのがもうみんなカープの話してるそういう場面がすごく多くて、なのでその話を聞いてカープファンになってったっていうくらいなんですよね。もう全然そこまで野球好きじゃなかったんですけど、あまりにもそういう話が多くて、なんか興味湧いてきちゃってカープファンになったっていうですねまあそれも一つなんですけど、受け止め方の違いなのかもしれないですけど、もし今広島にいたらですね、多分無限にカープの記事書けると思いますねなんでそういう会話からもやっぱヒントを得たり、何かこう自分の、興味関心も変わってきたりなんかもね、するんじゃないかなと思いますし、それを発信に生かすこともできるんじゃないかなっていうふうに感じますね。あとは、まあそうですね、YouTube の動画なんかも、まあネタ探しによく使ってますかね。YouTube の動画を見て、そこで感じたこととか、自分だったらこういうふうに思うな、みたいなことをですね、置き換えて書いてみたりっていうこともですね、まあしてますね。なので必ずしもなんかこう、自分がやったことを、起きた出来事じゃなくてもですね、まあまあネタにはなるなというふうな、そういうラフな感じにだんだん変わってきたのかなというふうに思いますね。まあ、まずこれが大きくこう、ネタ集めをね、こうしようとするということで、まあ、情報発信のメリット、まあ、自分の情報の受け止め方、アンテナの感度が変わるっていうことがまずメリットです。で、二つ目のメリットはですね、文章を書くっていうこともですね、能力が上がるんだと思います。自分自身が上がったなんてはちょっと思ってはいないんですけど、周りの方からそう言われることがあります。すごく読みやすくなりましたねとか、読みやすい文章を書きますねとか、そういうことをですね、おっしゃっていただく機会が増えたなと思います。で、やっぱり自分としてもですね、まあ、文章を書くときに、まあ、一度パパパッと書いてみてですね、で読み直しをするんですけど、まあ、読み直しをしている間にやっぱり意味わかんないなとか、なんか言葉足らずだったなとか、余計なこと書いてるなとか、
まあ、自分の価値観とかね、自分の感覚ではあるんですけど、まあ、遂行作業をするんですよ。まあ、書き直してみたり削ってみたりしてるんですよね。うん、で、私の場合 SNS、まあ、Facebook がメインでやっていて、 Facebook に上げているんですけど、まあ、それだけじゃなくてノート、うん、ノートのメディアにも上げていて、うん、で、あとはリンクトインっていうね SNS にも上げたりもしてます。で、そのいろんなメディアにこう上げていく行った後もですね、やっぱり読み直しをすると、あ、やっぱりなんかちょっと違うなとかいうこともあったりしてですね、ちょっと違うなと思ったら少しだけ手直ししたりとかもするんですよね。なんかそういう作業ってやっぱ自分の文章をこう客観的に見て、何度もこうやり直しをするっていうのってあんまり普通に暮らしてるとないかなと思うんですよ。あの、会社でね、仕事してて資料を作ったり、なんかこう取引先さんにこうお渡しする資料とか、そういう文章だったら、まあ、見直しを何度もするっていうことはあると思うんですけど、自分が書いた自分の文章を改めて何回も見直すってね、結構労力あんまかけたくなかったりするじゃないですか。まあ、自分のだからいいかなみたいな、うん、まあ、それが何回かやっぱ客観的に見る場面があるんで、まあ、少しこう文章を書く力というか、まあ、まとめていく力とか、まあ、どうやってもこうやってもですね、やっぱ脳みそ使って構成をしていかなきゃいけないですよね。うん、きっかけがネタがすごく小さなことだったりすると、それをこう膨らましていくっていう作業も必要なんでやっぱり脳を使わずにはいられないっていうことでですね、うん、なんとなくやっぱそう頭がフル回転している感覚はあるなというふうに思いますね。うん、これがやっぱメリットの2つ目かなと、うん、思います。まあ、文章能力が上がる、うん、で3つ目は、まあ、その頭のところで言うとやっぱ知識がつきますよね当然いろんなものを吸収しておりますし、それを見てまたいろいろ考えているし、それを持ってまた調べたりもしているので、なんかいろんな知識がついてくるなと思いますで、ただただね、ニュースを読んで、ああ、そうなんだっていうふうに思うのも全然悪いことじゃないし、それは大事なことなんですけど、この言葉って何だろうとか、この意味ってどういうことなのっていうふうに、やっぱちょっとこう理解しようとしに行く。そうじゃないと自分で文章に起こせないから、うん、こう必要な作業としてやっぱ調べたりするんですよね。うん、あ、そうすると、こういう言葉だったんだとか、意味だったんだとか、うん、そういう場面がですね、やっぱ増えたなと思うので、うん、まあ、あんまり実感は湧いてないけど、きっと400日前の自分よりは賢くなっていると思います。これはもう本当に感覚の話です。はい。でも多分そうだと思うんですけどね。うん、知識が増えたんじゃないかなと思います。増えていてほしい。ですね。はい。あとはですね、次のメリットは、これが結構大きいメリットだなと思うんですけど、自分のことをですね、まあ自分のことばかり書いてるわけじゃないですけど、やっぱり自分の考えをやっぱり話したりとか書いたりとかすることが多いので、そうすると自己紹介が短縮されるっていうのは結構良くてですね、まあ毎日ね、そういうふうに読んでいただいているわけでは当然皆さんもないですし、うん、追いかけてくださってるわけじゃないですけど、まあたまにね、毎日やってれば目に入ることもあるわけじゃないですか。なんか気になったらちょっと読んでみようかなって思ってくださる方も中にはいて、うん、なのでこう、初めましてを、した後も、なんかこう、ずっと、話しかけられている状態とか、もう私は勝手に一方的に話している状態を、まあ、SNS 上で作ってしまっているせいか、まあ、話がですね、結構ショートカットされることがあるなと思います。久々にお会いした方でも、ああ、こんなことやってらっしゃるんですよねとか、こんなこと今考えてたんですよねみたいな、うん、そういう近況報告をショートカットできるみたいな感じですよね。それは非常にメリットがあるし、まあ、逆に言うとそういう全然ね、知らない方というか、今まだお会いしたことがない方からもですね、ご連絡をいただくこともあるんですよ。実はそういう SNS っても広く情報公開している SNS も全然あるので、
制限かけずに、ね、友達だけ公開してるわけじゃなくて、こう制限かけず一般公開しているものだと、まあ、一般の方が例えば検索をしたりとか、なんとなく調べたことでヒットして、うん、そういうご連絡を賜ることもですね、実は ありまして、これ去年かな、去年ですね、雑誌の編集者の方からね、ご連絡をいただいたことも実はあってですね、うん、記事を読みましてと、なんかこういうことについてちょっと取材させてもらえませんかみたいな、そういうお話をいただいたことも実はあって、びっくりしました。結構大手のね、出版社の編集者の方だったんですけど、実際にお会いして、リアルでお会いして、なんかお話をさせていただいたということも実はあったりもしましたし、これは多分文章を書いたり情報発信をしていなかったら、巡り合わなかった出会いだったんだと思うんですよね。なんでか、こんな人にまで、届くのかと。もうせいぜい自分の住んでいるところぐらいのイメージでいたんですけど、全然いろんな人が見てくれてる可能性があるんだなっていう、そういう可能性が広がったなっていうふうな出来事でしたね。こう情報発信することで、こう自分の考えてる枠を超えることができる、し、自分の、近況を含めたことをショートカットして、なんか毎日、接しているような感覚を相手に持っていただくこともできるというのは、これは非常にメリットだなと、大きなメリットだなというふうに思ってます。はい。ということでですね、エンディングのお時間になってまいりました。毎週日曜日、5時半からはつながるラジオをお届けしております。YouTube でもですね、こちら発信しておりまして、 YouTube でご覧いただけますと、つながるラジオで検索いただきましたら、出てまいりますので、YouTube でアーカイブ、過去の放送のアーカイブをご覧いただくことができます。と YouTube の方ではですね、QR コード、動画上にご用意しておりましてですね、QR コードを読み込んでいただきましたら、今日話したような、どんなので情報発信してるのとか、どんな内容情報発信してるのっていうことをですね、ご覧いただけますので、 SNS のリンク、貼り付けておりますので、もしよろしければですね、フォローいただいたり、登録いただいたり、いいねしていただけたら、私も大変励みになりますので、ぜひお待ちしております。YouTube のね、チャンネル登録もぜひぜひって感じです。お願いします。はい、ということで、今日は情報発信のメリットについてお話をしてまいりました。また来週日曜日のですね、5時半にお会いできればと思います。今日はお聞きくださりありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。失礼します。